NHK 高校講座現代文の時間です。今回は人はなぜ人になったかの1回目、講師は中澤翔吾先生です。今回から人はなぜ人になったかという文章を読んでいきます。筆者は進化生物学者の長谷川真理子さん。タイトルにある通り、人が人になっていく過程、どのような変化、進化をたどってきたのかということを中心にまとめられた説明文で、文章の最後には筆者の思いが語られています。それでは朗読を聞いてみましょう。人はなぜ人になったか。人につながる祖先として現時点で確認されている一番古い種類はサヘラントロプスとオロリンと呼ばれるものである。なぜ彼らが人の祖先であるとわかるのか。まず頭の骨に背骨がどのようについているかがポイントになる。私たちのように直立二足歩行をしていると背骨が頭蓋骨の真下につく。だから彼らが人の祖先だとわかるのだ。チンパンジーと分かれて二足歩行を始めたこの時点では、人の祖先は平原ではなくまだ森林で生活していたと最近の研究で考えられている。一昔前までは人は生活の場を森から平原に移し、その影響で二本足で歩くようになったとされていたのだが、森での生活の時点ですでに二本足で歩いていたことが分かった。森で暮らしている段階からなぜ二本足を使うようになったのかは現在まで解明されておらず、謎のままである。現在の人と完全に同種の体格が見られるようになるのは約160万年前に生息していたホモエルガスターという種類からである。この頃から森から平原に出て長距離を二足歩行で移動し生活していたと考えられている。ではなぜ人は過酷な平原やサバンナに進出していったのか。実はその時代、地球上では乾燥、寒冷化が進んでおり、生息地であるアフリカの森林が少なくなっていた。その際に最後まで残された森林にしがみついていたのが現在のチンパンジーであり、環境変化のためにサバンナに出て行かざるを得なかったのが人であった。森林からサバンナに出た彼らを待ち受けていたのは大変に過酷な生活環境であった。まず水がほとんど存在しないのだ。水場がところどころに点々としかないので、水場から水場へ歩いて移動するにも長距離を移動しなくてはいけない。人の特徴の一つとして長距離移動が可能であることが挙げられる。次に食べ物の問題がある。それまでは樹木が生い茂る森で木々の葉っぱや果実をもぎ取って食べていればよかった。しかしサバンナには人が簡単に手に入れられるような食料はほとんどない。シマウマのようなタンパク質の塊ともいえる草食動物が多く生息してはいるが、人は肉食動物ではない。肉食動物は爪や牙を持ち他の動物を食料にできるが、木の上で暮らしていた霊長類が簡単に他の動物を狩ることはできなかった。では
彼らはこの難局にどう適応していったのか。一つは、食料を確保するために自然を利用して非力さをカバーする道具を製作し活用することを覚えた。石器を使っての狩りや食物採取である。そしてもう一つ、目標のために役割分担し複数で共同作業をすることを知ったのである。それまでのように一人一人が群れの中で勝手に暮らすのではない。群れという組織において互いが自分と相手の果たすべき役割を理解し、目標達成のために何をするかを考え、一緒に行動する。群れ全体が自分の立ち位置と役割を意識する集団となり、こうした社会関係の理解こそが類人猿とは異なる人を人たらしめた最大の分岐点になったのだ。この時を契機として人の脳は著しく進化する。やがて人は他の動物と比べて格段に大きな脳を持つようになった。これは過酷な環境で人が編み出した生き抜くために必要な進化だったと言えるだろう。人類は二足歩行に加え大きな頭部を持つように進化したが、その頭部で特に大きいのが脳である。最初から大きかったのではなく、300から400万年前の時点ではチンパンジーやゴリラとあまり変わらなかった。しかしサバンナに出て行き環境に適応したホモ族が出てきた頃から一度急激に大きくなる。その後しばらく大きさは変わらないが、現在のホモ・サピエンスが登場した時にまたもう一段大きくなったのである。実際に脳の大きさを比較してみると、チンパンジーの脳の容量が約 380cc であるのに対し、人は約 1400cc ある。しかも進化の過程で単純にチンパンジーの脳がそのまま大きくなったということではなく、前頭前野という部分が特に大きくなっているのだ。前頭前野は自分を客観的に見る感覚を司っていることが分かってきた。自分が何をして何を感じているか、そして他人が何を思いどう感じているか、自分の気持ちを参照しながら相手が何を感じ考えているかを知るための器官なのだ。サバンナに出て環境に適応した人が他人の心を読んで共同作業をし社会生活を営むようになったという進化の過程がわかるのである。人間の脳はサバンナに進出した時とホモ・サピエンスが登場した時に一気に大きくなった。2回目に脳が発達した時期はホモ・サピエンスがアフリカ大陸からユーラシア大陸に進出していった時と重なっており、アフリカ大陸から陸地を伝って新しい世界へ進出した人は世界各地に散らばり広がっていった。かつて森からサバンナに進出した時のように、それは大きな困難を伴ったことは想像に難くない。そうしたリスクを冒してまでなぜ彼らは外界に出て行ったのか。私はその要因は好奇心ではないかと思う。脳が大きくなることにより人は物事の因果関係をより深く考えるようになった。すると今自分たちが生活している世界を客観視することができるようになり、同時に
さらに外の世界には何が広がっているのかと考えるようになる。そうした冒険心から彼らは別の大陸へ渡っていったのだと私は考えている。NHK 高校講座現代文、講師は中澤翔吾先生でした。